現在香川県埋蔵文化財センターでは讃岐国分寺跡と府中山の内河原釜跡が開催しています。讃岐国分寺は奈良時代に仏教の力で国を守るために建てられました。現在の四国霊場80番札所の国分寺を含んだ東西330メートル、南北240メートルが特別史跡として指定されています。そんな讃岐国分寺跡で見つかった瓦や発掘調査をまとめた資料が展示されています。また国分寺町から府中町にかけて所在する府中山の内瓦窯跡では讃岐国分寺で使っていた瓦を焼いていたとされており、見つかった瓦やその資料についても展示されています。ですね、府中山の内瓦窯跡は正式な発掘調査を行っておりません。でどのような瓦が出土し今まで見つかっているかがよく分かってなかったと思うんですけれど、昔からこちらの方に瓦窯があるということで大勢の方が採集されてます。でその採集資料をですね、埋蔵文化財センターの方に近年寄贈してくださった方がいらっしゃいまして、それをご紹介しています。おそらくこの山の内瓦窯跡の瓦をご紹介するのは、こんなにたくさんご紹介するのは初めてではないかと思います。やはりですね、堺出市内もですね、実はたくさんの遺跡があります。堺出市内だけではなくて、こちらの方の周辺の高松市国分寺町、さまざまなところに遺跡ありますが、皆様の身近なところにですね、こういった遺跡が眠っているということをですね、皆様に感じていただけたらと思います。讃岐国分寺跡と府中山の内瓦窯跡は令和5年1月27日までの開催で、時間は午前9時から午後5時となっています。ぜひ香川県の歴史に触れてみてください。